はい、FX の相場解説をお楽しみ中の皆様、本当にね、申し訳ないんですけども、現在ですね、材料中の材料ということで、大統領選が本当に2点3点しているところでございます。まあ、トランプ大統領がね、声明を出したりとか、勝利宣言したりとか、まあ、こういう時にはドル円の相場っていうのはちょっと手をつけないのが一番だと思います。私はね、難しいこの相場を攻略しようと思ってないんですよ。できる相場を攻略することによって取れる利益をずっと積み上げていくと、まあ、それでね、やっぱりこう勝率の4対6っていうのを維持していこうかと思ってるんで、荒れる相場と分かっている時には入る必要はないかなと思います。でも結果的に荒れてないかもしれませんよ。でもこれはね、もう本当にね、米国雇用統計どころの詐欺じゃなくて大統領選ですから、それこそね、オハイオ州が勝ったとかね、ニューハンプシャ州が勝ったとか、そういうたびにガラ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 変わるわけですよ。こういうふうな材料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 の時には、私のテクニカル理論というのは何にも機能しませんので、ここは素直にね、休日ということにさせていただきます。ですから今日もね、何もありません。基礎を固めるために時間を使っていただければと思います。ということで、ご理解よろしくお願いします。それではね、今日は5日ですね、11月5日になりましたけども、まだね、6日とかもう明日もね、解説できないかもしれません。ご容赦くださいませ。それでは、基礎を固めるために今でこそ復習、それから坂田誤報とかね、フォーメーションとか、そういうような分析をしていただきたいと思います。以上です。では失礼します。